はい、皆さんこんにちは。榊篤史でございます。4時をちょいと回りました。7月は26日のですね、火曜日ですね。さっきね、メールが来ました。それ俺がやるのみたいなですね。いや、これご存知ないですかっていう人だと、知らないな、そんな、みたいな。まあ仕事上ですね。まあそれは置いときまして、ですね、この松本人志さんの事件ですね、あんまりこう、ここのところ静かやったんですけど、にわかにこの文春がですね、その裏側をのドロドロをですね、こう暴いてしまったんでですね、というような、新たなですね、こう展開がありそうな感じでございまして。これは2日前14日配信のですね、ヤフーニュースに出てますピンズバというメディアからのですね、ヤフーニュースの天才ですね。松本人志 VS 文春5億円裁判、5億超裁判か、5億超えの超ですね。法廷外殴り合い突入で遠のく復活、年越したら厳しい師走特番が勝負どころにと。では松本さんの復帰がですね、遠のいているという話なんですけど、ちょっと読みますね。ちょっと最初飛ばしましてですね、2015年に行われた飲み会で知り合った女性に、もう9年前ですね、今から、男女の関係を強要したなどと週刊文春に報じられた松本は、X で事実無根などで戦い回すと疑惑を完全否定、発行元の文藝春秋などを相手取って5億5000万の損害賠償。そうですね、これは6月5日に弁論準備手続きがオンラインで行われた。8月14日に予定されている3回目となる弁論準備手続きを前に、松本側の担当弁護士が告発者である A 子さんの出廷を探偵を使って妨害などしていたと、7月10日配信の文春オンラインと11日発売の週刊文春が報道。即日、松本の代理人である田代正弘弁護士57が猛反論を展開したのだと。その中身ですね。週刊文春の記事によると、A 子さんはかねてより信頼を置いていた男性 X 氏に一連の騒動の相談していたが、その X 氏に田代弁護士が接触し、 A 子さんの裁判への出廷を取りやめるように持ちかけたという。しかし X 氏はその申し出を拒否すると、田代弁護士は A 子さんと X 氏に不倫疑惑があるとちらつかせ、一部週刊誌が記事にしようと動いていると圧力をかけたとされる。また田代弁護士らの雇った探偵が A 子さんら被害を訴えた女性らを尾行するなど、日常生活を探っていたことも記事では伝えているほか、女性誌の元編集長の女性が X 氏に出廷せずに和解すれば、5000万でも1億円でも渡せますなど和解金を提示したなどとも報じられた。松本側の代理人弁護士を務める田代弁護士が所属する八重洲総合法律事務所は、文春オンラインが記事を掲載した同日の10日、公式サイトに反論の文章を掲載。翌11日には田代弁護士が報道陣の取材に応じて同様の反論を行った。 X 氏と接触したことは認めたものの、 A 子さんの出廷妨害については否定、不倫疑惑が浮上していることを X 氏に伝えたことは事実だが、と。いや、お前被害者とできてるやろで脅したわけですね。探偵を雇って A 子さんの日常生活を探っていたという点については、調査会社を通じて行動確認はしたが、と。行動確認とは尾行のことです。それは具体性のある匿名の投書が2通届いたからだと主張、取材に応じた田代弁護士は調査の理由を、女性が A 子さんと同一人物か確認するためと説明。苦しいな調査に関しては松本も了承しているという。つまり探偵を雇ってですね、 A 子さんのですね、身元をつけ回すと、動きをつけ回すということを松本人志さんも知っているということですね。
まあ以下続くんですけども、この辺にしときましょう。つまり探偵雇ってですね、被害者である A 子さんという方をつけ回してですね、で違う人を通してですね、出廷せえへん、出廷せずに和解するんであればですね、1億でも5000万でも渡すぞと言うたわけですね。まあ松本さんからするとですね、この裁判もうとっとと終わらせてですね、復活した方がですね、被害は少ないわけですよね。でも片やですね、5億5000万払えと言うてる姿勢とですね、いや5000万でも1億でも払うし裁判やめようって言うてる姿勢は全然ちゃうやないかお前みたいな。でここからは分かるのはですね、この A 子さんという被害者に出廷してほしくないということですね。出廷されるとですね、生々しい表現がされてですね、そこでですね、当然、傍聴できますから、その中身がですね、漏れてしまうということですね。で、漏れてしまうのはまずいというふうに考えているから、出廷しないでくれと。で、あれば5000万1億払うでと言ってるわけですね。なんなんそれと。松本さん、ますますこのですね、イメージが悪くなりますね。この書いてあることが本当かどうかわかりませんけども、この記事がですね、そのある程度事実を表していて、んであればですね、なんか変ですね。つまり松本さん側がですね、法廷外でこの件を決着させようとしてですね、キーマンである A 子さんの出廷を阻もうとしていると。それには金かけてもええねんという。事実無根であればですね、堂々とやったらええやんというふうに僕らは思ってしまいますよね。それを裏から手回してですね、A 子さんの関係者にお前不倫してるやろとかって言うてみたりとかですね、5000万でも1億でも払うでって言うてたりとか、なんなんという、まあ、どう言いましょうね。この田代さんという弁護士の先生の戦略かもしれません。つまりこれ、法廷に出てキャン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 やったところで5億5000万なんかも絶対取れないんですよ。はっきり言って、こういうこの手の裁判でその億以上の判決が出たって私は知りませんし、大体判決までいかないですよみんなね。99% 判決までいかないと思うんですけど、行ったところでね、どうでしょう、数十万円がええとこちゃうかなと。そもそも名誉毀損ではなさそうですからね。なんでですね、数十万円も取れないどころか敗訴かもわかりません。ほんでこれね、やっていったらね、まあ、もし判決までいくとするでしょ。判決って多分あと1年も出ないと思いますよ。このままこんな感じでやっていくんであれば。そうしたらですね、その間ずっと松本さんのテレビお出にならないわけでしょ。まあ、あかんやんっていう話ですね。で、最高裁まで行くとは思いませんけども、ですね、松本さんが要は名誉ある撤退を願ってるんでしょうね、この感じからすると、まあ、お金を多少払ってもいいから、名誉ある撤退を望んでいるんでしょうね、だったら裁判せえへんかったらよかったのにと、大冗談にですね、振りかざしてしまったわけですから、それが今、下ろしづらいという状況ではないんですか、これ。で出廷されてしまうとですね、さらに立場が悪くなるというふうにお考えになったから、5000万でも1億でも払うというふうなことになったのかも分かりませんね。でそれを文春にばらされたということはですね、A 子さん側はですね、何が何でもこんなの出廷して言うたんでと思っているんでしょうね。いえ、この文面を読む限りはですね、まあしかしアホなことであってですね、ちょっとかっちょあるっていう感じがしなくもないですね。しかも覇者もなっていう感じですね。松本さん相当なんて言いますかね、女性のファンがですね、離れていくような感じではないでしょうかね。でこの8月何日かの次のあれですね、期日がどうなるのかって若干楽しみですし、この田代弁護士という人もですね、もしこの書いてある通りであればですね、あんまり上手ではないしね。もっと上手にやろうな、もうスマートに。と、まあ松本先生さん60歳なんですか。という感じですね。はい。で、この後要は、あれでしょ、原稿は松本さんがどうやったら復帰できるのかということをこう書いてるんでしょうけど、ちょっと今の現状ではですね、テレビ局側も使いにくいんちゃうかなと思います。はい。
ということで、このヤフーニュースのアドレスをですね、一応貼っておきますね。5000万1億、そんないらん、私は知ってすんねんというふうにですね、英子さんが言うたはるっぽい感じの記事でございました。はい、皆さんどう思われております。